どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこちらのウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ皆さん音楽始めよう。今回のテーマソングはブリティッシュロックマンチェスター出身のロックバンドオアシスの代表曲 Whatever。 こちらの曲をこのちっちゃいウクレレでガズレレの簡単バージョンでやってみようと思います。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにした簡単バージョンなんですけど、英語ですけど、英語めっちゃ早口ですからね、ここだけはもうしょうがない。でも演奏は簡単にしました。後半はさらにそこにグルーブ、あのマンチェスター独特のですね、もうシューゲーザーのグルーブですよ、あれを出していくかと思います。はい、いつものように2バージョン最後までご覧になってください。さあ皆さん、こんなオアシスだってウクレレで弾けるんですよ。ウクレレって何でもできる本当に最高なマルチでちっちゃくて便利な楽器、皆さん簡単です。しかも始めましょうというふうにガズレレやっております。今ご覧になってくださってるガズレレっていうのはですね、その楽器触ったこともない方がもうこの動画見てるだけでね、どんどん弾けちゃうというそんなプログラムがございまして、この動画を見てですね、今世界中の方が何万人もウクレレで音楽を始めております。皆さんもぜひ始めましょう。もう私苦手という方にこそやってほしいということでございます。もうちょっとしたら今後リンクあります。このリンク先に行って上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ触ってるだけですぐできます。いってらっしゃい。いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためたありとあらゆる音楽ジャンルの曲がウクレレレッスン動画、超簡単レッスン動画としてすでに1300曲も以上上がってるんですよ。はい。洋楽はもちろん、最新 J-POP、定番 J-POP、昭和の夏める歌謡曲、演歌、洋楽、ハワイアン、アニメソング、映画の曲、もう世の中にある曲もどんどんウクレレ簡単にやろうぜということでやっております。で、簡単バージョンの他に各動画にかっこいいバージョンもつけてますんで、どんどんレベルアップもしていっちゃいましょう。さあ、オアシスをウクレレで家で弾けるようになるなんて夢のようです。それではやってみようと思います。オアシスの Whatever! ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみます。It's alright.
you. Yes, now it's alright. I'm free to be Valerie Lai, and I've been the place that I want. Say, you know.オアシスの Whatever ガズレレルシンプル簡単バージョンやってみました。いやー曲かっこよくて、コードはね結構乱れたのばっかりなんですけど、結構早口ですよ。英語がもうさささと言いますからね、はい、その辺にやっぱり歌がちょっとね、やっぱり英語独特のタイミングの測り方、そのタイム感こそがこのやっぱオアシスのまた一個魅力だと思うんで、なんとかそこはね、はい、これでウクレレはでもね簡単にしてたんでしょ。はい。で、今のは聞いていただいてもちろん分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルショートカットオリジナルアレンジです。もう原曲はですね、YouTube 見ていただいて分かるんですけど、6分ぐらいあってオーケストラとコラボしてすごい大作になってるんで、まあガズレレ流にちょっとコンパクトにまとめてみました。とはいえ結構3分超えになってるんですけど、ちょっとオリジナルでやってました。で、もしね、いろんなアレンジ、オアシスのライブバージョンみたいなのもあるんで、ご自身でね、どんどん書き出して、オリジナルのアレンジ作ってください。で、ベースは今のやったので、もう全部出てきますんで、歌詞を書いてね、どんどん展開していけると思います。で、今のガズレレバージョンを YouTube で一緒にできた方、そんな方もね、やっぱり紙に書くのをすごいお勧めするんですよ。で、それを見て今度ご自身だけで演奏できるようにしていきましょう。その時の参考になるようにね、いつもガズはこうやってノート見せてるんですけど、これ今、このガズクラブというサービスが始まりました。このガズクラブというのは、毎月660円のクラブ活動費を頂戴して、ガズがこの書いてある、いつも写してるね、ノートを、データでお届け、ダウンロード。毎月5曲ダウンロードしていただけるという、そういうシステムでございます。ちょっと調べたら、このね、whatever は、いや、ゲットできるということになりました。今日か明日か明後日、近いうちにこれ皆さんのお手元に届けられると思います。はい。で、ぜひこれ皆さんガズクラブご検討ください。もう私が今まで取りためてるありとあらゆるのがどんどん今楽譜のアーカイブでして増えてますんで、選んで5曲。もちろん希望があればどんどん追加もできますということなんですけど。で、このガズクラブはこのね、ダウンロードの他にもガズクラブ限定のオンラインライブ配信やってます。実は今夜やります。夜8時から。はい。そこでものすごい濃厚な大セッションとか質問とかもわーわーやり取りして、もう相当な人数加入してくださってるんで、そこでかなり盛り上がったり、SNS があってそこでいろんな質問に答えたりとか、なんか面白い企画を考えてみんなで回したりとか、そういうクラブ活動やってます。ぜひご検討くださいませ。じゃあ時間があってちょっと見てみたいという方、これじっくり見てください。ガズが書いた、ノートなんですけど、今日もちろん英語ですんでね、すっごいことになってます。この辺もう言葉が入りきれなくてこんな状態なんですけど、ちょっと今日見づらいんですけど、やっぱりこれもね、参考にはなると思うんですよ。このテンデリズムを測ったりとかしてるんです。はい。で、一応解説していきますと、ここがイントロで、ここがまあ、なんてサビから始まるんですよね。で、一応これを A メロということにしたんですけど、まあちょっと、ひとまずこれガズはこれを見ながらやったぞということで、映しておきましょう。一時停止で。この辺はもうめちゃくちゃ歌詞が詰まってて、もう二段重ねになっちゃいましたけど、この辺は動画のテロップを見ながらもう一回ちょっと確認していただいた方がいいと思いますけど、一時停止でメモっていってください。ちょっとわかりづらいという方はもちろん、YouTube 動画の動画のテロップをね、一時停止して書いていくのもいいと思います。はい。いいですかね。はい、じゃあここ。ここが2回目のサビでございます。はい、こんな感じでしょうか。そしてこのブリッジがね、怪しげなパートなんですよね。ヘレンマンマインって、この辺がね、まあもう、独特のムードが醸されていると思います。ブリティッシュロック感が出てるなという、不思議な浮遊感というかですね。この辺やってて、ここがですね、欧州なんですよ。ここ、下見て。あ、言い忘れてました。すいません。下にこのくるっと囲ってるやつはかっこいいバージョンでやるんですけど、ここはもう決めの応酬になってますから、これ後でしっかり解説していきますんで、安心してくださいということです。それまではコード進行はずっと、コードが同じなんですね。ここで初めてかっこいいバージョンでコードの展開が出てくるということでございます。はい。ここはちょっとね、面白いリズムになってますんで、はい。そして、これ構成なんですけど、ちょっとこれよく見てください。最初のイントロから、サビやって、A メロやって、サビやって、そしてブリッジパートにも入っちゃいます。はい。本当はここからまた2番に展開していくんですけど、これガズレオリジナルアレンジです。で、ブリッジパートが終わったらここ見てください。イントロに行ってから、星、サビって書いてあります。星のサビってことは、イントロまたここ行ってから、ここのサビの星のこの1行目だけをね、2回繰り返すんです。これがポイントです。はい。そして、その後に、ラスト、エンディングということで、これが、ここがかっこいい。Whatever you do, whatever you say, yeah, you know it's alright. ここを2回繰り返して、また星最後に
一番最初のやつをやったっていうの、これガズオリジナルアレンジなんですけど、ここでまた一番最初に戻って、Free to be believed ってこう始まって、これでエンディングにしたというガズレレオリジナルのエンディングですけど、一応そんなオリジナル構成になっております。じゃあ出てくるコードの解説なんですけど、今日ね簡単シンプルバージョンでもう B7 がねやっぱりどうしてもこう省略できなくて、今日頑張りましょう。はい、まずねこれ後で解説するんで、この B7 以外を解説するね。いきます。 C と A マイナーと F と D7、 G7、 E マイナー7と B7。 はい、なんだけどちょっとこの B7 はとりあえず置いといて、今映ってるこの6個のコードね、この C、A マイナー、これは超入門コードです。超入門コードのグループといえばドン、ガズレレ必須コード、こちらになります。やっぱりこのガズレレ必須コードというのは何かというとですね、ウクレレはで音楽を始めようと思った方はやっぱりコードっていうのを覚えなきゃいけないです。この音の要素なんですけど、これがですね星の数ほどあってもとてもじゃないけども全部は覚えられないってなるんですけど、安心してください。ウクレレにとってめちゃくちゃ便利な、もう一番 最低限覚えてもらいたいコードっていうのがこのガズレレ必須コード。これねウクレレだけですよ。ギターとかピアノでは全然お役立ちでも何でもなくて、ウクレレにだけフィットするという夢のようなコードでございます。このグループ10個あるんです。10個もあるのと思うかもしれませんけど、よく見てください。これも1個のコード、この指1本、これも指2本で押さえるというコード、これ簡単なんですよ、1個ずつみたいな。でもそれ10個いっぺんにさーっとこう言われると、わーって頭をもうね混乱しちゃってわけわかんなくなっちゃうんで、私がめちゃくちゃ分かりやすい動画で解説してます。ここにリンク貼っときます。このリンク先行ってですね、このコードの解説動画見たらすいすいもうね笑っちゃうぐらい覚えられますんで、必見です。はい、覚えてください。今日はその中から一応今6個が出てきたということでございます。基本中の基本です。はい、じゃあ今日ちょっと難しいっていうかね、まあまあ、B7 というコードをどうしても使いたい、どこで出てくるかというと、この B7 ここなんですよ。このブリッジパートのこの怪しいところで、ここがすぐキーポイントになるんですよ。ちょっと解説していきましょう。 B7 を押さえる場所はここですね。こんな感じで押さえます。一弦は押さえてないけど音を出します。うん。なんというか不思議な弾き方。これね、こうやって今押さえてみると大して難しくはないと思うんですけど、この曲で言うとですね、Em7 から B7 なんです。最初に、来るぞ来るぞと心の準備をして、パッと切り替える。これが大事です。Em7 から、これね、B7。はい。ちょっと B7 チャレンジしてみましょうということでございます。はい。先ほども言ったんですけど、シンプル簡単バージョン。コードはこの B7 はちょっと難しいけど、あとは4つ弾きで結構伸ばしたりとかしてシンプルなんですよ、めちゃくちゃ。だけど、英語の歌ね、これはやっぱりなかなかのもんでございます。早口でさささというところでも、これ本当にこの言葉入ってんのかっていうぐらい早いですから、言ってみると、歌ってみるとわかります。はい。それちょっとね、感じ取ってください。じゃあ、こっからかっこいいバージョンの解説に入っていこうと思います。かっこいいバージョンはですね、やっぱりね、オアシスとか、このマンチェスターとかね、やっぱブリティッシュロックのこのオマンチェ系はですね、やっぱり16ビートなんですよ。もうどうしたって16ビート。これはもう欠かせません。こんな感じ。跳ねてる感じなのがいいのかなという感じ、この曲に関してはですね。で、16ビートのチャが基本になりますけれども、ガズレレオリジナルのこのアイデアとしては、まず、ガズペジオを入れていこうと思います。はい。おとなしくなるところを、ちょっとね、本当ストロークでやるのもかっこいいんですけど、まあまあ、ウクレレっぽくガズペジオ。ガズペジオっていうのはこういう、ピアノっぽいイメージのアルペジオがちょっと発展型というふうに捉えてもらうといいと思います。この弾き方をやってもらおう、やろうかなということなんですけど、まあ、一応じゃあ書いておきましょう。ガズペジオと16ビートのチャ、この2つの弾き方でいきます。このリズムの弾き方の解説は、ここ。はい。ここのリンク先は、ウクレレでできる いろんなリズムの弾き方というガズレレホームページの1枚で、その中でですね、全部動画でリズムの解説動画になってまして、ガズペジオと16ビートのチャ、探してみてください。ガズペジオは、弾くのは結構簡単に弾けると思うんですけど、今日の場合特に英語だし、リズムも速くならないように安定してやるのはちょっと難しいんで、まあこれはね、もう基礎ですんで、もうね、ずっと、なんかコソコソやるしかないと思うんですけど、はい。16ビートのチャはこれまた難しいんですよ。こういうのストロークっていうんですけど、はい、ストロークっていうのの基本はまず8ビートから始まります。8ビートっていうのは、ダダンダダン。この8ビートができるようになって、16ビートに上がっていくという感じです。そこにチャ、この、がつくというふうに、だん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 ステップアップしていくタイプのやつなんで、初めてやるよという方は、まず8ビートからやって、8ビートのチャ、16ビート、16ビートのチャというような感じで練習していってください。しかもこういうちょっと跳ね切れのね、ちょっと落ち着いてる16ビートっていう、そこら辺がまたね、絶妙に難しくっ
でね、まあ、ちょっと晴れてるしね、なんとなく、動画でなんかこう、動画とか、オアシスの音源を聞いて、あ、こういう感じだなっていうリズムをよくね、こう、感じ取って、練習に入っていくのがいいと思います。そして、さらに今日はですね、ちょっと一番最初、かっこいいバージョンの一番最初、ちょっとこんな感じでやってみようと思います。16ビートなんですけど、チャーは入れずです。ワン、ツー、スリー、フォー。ドン、ドン、ドスタダン、ダンスカ、ドン、ドン、ドスタダン、ダンスカ、ドン、ドン、ドスタダン。ちょっといつもの16ビートと違うんですね。後ろからついていくタイプっていうふうに表現します。ダン、ダン、ダ、ダスタダン、ダン、ダン、コードが例えば最初の C と G7 があるでしょ。 G7 がちょっと遅れて帰ってくるんですよ。 CCCDG7 こうだ、ダダンダ、後ろに遅れてくる。このパターンって結構ね、出てくるっちゃ出てくるんですが、ガズレレでは結構レアなんで、ちょっとここでやっておきましょう。まあ、言葉にするなら遅れてついてくる16ビートのチャというようなイメージだと思うんですけど、ダダンダ、ダンダンズダスタダンダンズ、このイントロのこの今の尺だけです。普通のオンリズムになったら、ってなっていきますから、はい、普通の16ビートのチャーになるんですけど、ちょっともう一回やってみよう、ゆっくり。せーの。ダンダンダダスタダンダン、ダンダン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 ダスタダンダン。はい、遅れてくる。はい、これをイントロだけ、出てきます。ここね、ちょっとできそうだったらやってみましょう。このね、かっこいいですよ、このオアシスのプロモーションビデオで。この最初のね、アコースティックギターのこの感じがね、すごいかっこいいで再現してみました。そしてですね、あと実はもう一個弾き方があります。ブリッジパートのところで、このダウンピッキングというのを使っていこうと思います。ちょっとやってみようか。ワン、ツー、スリー、フォー。ヘレンマンマン、ここ今 E マイナー7と C でやったんですけど、トゥントゥンタントゥントゥントゥンタントゥン、ずっとダウンでドンドンタン、アクセント、3拍目にアクセントをつける。これね、ダウンピッキングというふうに一応命名してますけど、ここでちょっと16ビートのノリから変わる、ドンドンタントンドンドンタント、ちょっとどっしりした感じに変えたかったんで、この弾き方やってみようと思います。これはまあレッスン動画というよりも本当これ簡単なんですよ。ダウンでアクセント、ドドダドドド、強く弾くときはバーッと弾くんですけど、弱く弾くときは本当に3弦と4弦をちょっと引っ掛けるって、はい、こんなイメージでやってみるのがいいと思います。はい。はい。そしたらですね、この、Whatever の曲の全体の中、こう、決め的なところの説明をしていこうと思うんですけど、ですね、ガズが言うところの A メロ、ここのところですね、やってみます。No! Always hits me. Always see what people want to see. ここ。なぁ。最後のところこんな感じです。C、C、C、G7。はい。ここ決めですかね。ちょっと G7 が最後の一発入るということです。もう一回。Always it's me. You always see what people wanted to see. ダーン。こんな感じです。はい。こんな感じで。で、そうだ、ここでちょっと一応言っとくんですけど、この曲、Oasis Whatever はですね、全体的にはもう本当にシンプルなんですよ。淡々とこう何にもないような感じ、こうタク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 、ちょっと跳ねてるそのマンチェスター独特の16ビートのグルーブがずーっとこうループしてるというイメージなんですけど、そこでさっきのブリッジパートのところでいきなりガッと変わるわけで、さっきのダウンピッキングとか、ここでドーン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 とこうでっかい感じのムードになって、そこのところの最後のところで決めが入ります。ちょっとやってみようかな。ブリッジパートの後半から、Something that youここでね、決めがある。ちょっと今、歌えばよかった。もう一回歌う。Something that you, it's all
この歌詞の中にある It's no fun、 ここに合わせて It's no fun、 It's が C です、 No が A7、 Fun が Am、 これ覚えておいてですね。ここちょっとやってみますか。 Go on It's no fun、 You know It's no fun、 Oh no It's no fun。 わかった、最初の It's は C、 No は A7、 Fun は Am。 でしかもこれ食い込んで矢印マーク。シンコペーションなんですよね。このシンコペーションっていうのはリズムがスコンと前に出てくるっていうことなんですけど、ちょっともう一回やってみるか。さっきのとこから。感じでガスページ上に入っていきます。ここがちょっと難しいよね。口で言うと Am C D7 Am C D7 Am C D7 Am。 ここがキーポイントです。これ言葉にあって、今日一番ここがポイントから難しいという意味ではですね、最後にダメ押しでゆっくりもう一回やっていきましょうか。ガスペジオでおとなしめにやってみよう。 A メロじゃない、サビに戻るところね、ここです。 I'm free to be a little life、 はい、こんな感じでやろうと思います。で、あとは16ビートに戻って、繰り返していくという感じでございます。ここですね、このシンコペーションが入っている決め、ちょっと練習してやってみましょう。はい、そういうわけでオアシスのバッドエヴァの解説を今してみたんですけれども、今度はやっぱりね、今のみたいなリズムのいろいろなこともあるんですけど、やっぱり英語の曲なんですけど、やっぱね、和訳を読んで、なんとなくこの曲のね、メッセージを感じ取りながら、また歌ってみるのがいいんじゃないかなと思います。で、なんとも言いますけど、この曲は結構やっぱり淡々としてるんですね、基本的に。チャカチャカチャカというこのグルーヴの中でこう歌がこう英語がキュッとなってますけどね、そういったブリティッシュロック独特のこのグルーヴ感というか、そんなのもねまた感じながら、気持ちよく演奏できるといいんじゃないかなというふうに思います。それではやってみましょう。オアシスの、これオエイジスとか言うらしいんですけど、ね、英語では一応日本語的にオアシスの What ever ガズレリューかっこいいバージョンやってみる。 1,2,3,4。
whatever ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。いやーかっこいい、このノリがね、この16ビートがほんと映える曲ですよね。体揺らしてこう大きいスケール、やってみてください。はい、大いに楽しんでください。皆さんこの音楽楽しかったら周りの方にぜひともお伝えください。ウクレレ音楽やるの楽しいよ、簡単だよという感じで、同僚とかお友達とかご近所さんとかね、ぜひこのガズレレ YouTube チャンネルもご活用ください。いいねとかチャンネル登録なんかもよろしくお願いいたします。さあ皆さん、今ウクレレ販売中です。もうちょっとでまだ多分大丈夫だと思うんですけど、詳しくはウクレレのことセミオーダーも受け付けてるんですけど、どうかな、ちょっと今ぐらいもしかして完売になっちゃってるかもしれないです。ここにリンク貼っとくんでちょっとご確認ください。そして先ほどから何回も言ってますけど、このガズクラブもね、これ相当盛り上がってますんで、これもぜひ皆さんチェックしておいてくださいね。ここの中でやってるねオンラインイベントとかね、もう本当に楽しい、毎日 SNS で動いてるっていうのも楽しいですし、あとはもうどんどんお知らせをしますけど、このこれガズレシピ、これガズレレのアプリです。楽譜が見れるアプリ、スクロール、自動スクロール機能とかメトロノーム機能はついてて、今100曲ぐらいのね多分曲、あ、じゃね、80曲ぐらい、どんどんこれも増えていきますんでね。これ無料版もありますんで、皆さんのスマホやタブレットにぜひとも入れておいてください。あとはですね、いろいろあるんですけど、あ、これがあるな、これ。このガズの出している本、この書籍、これがもう大ヒット中でございます。皆さんもうお手に取ってくれたでしょうか。シンプル簡単バージョンですけど、100曲100曲と。あと、初心者様にはこれがおすすめ、緑の本。これがですね、もうこの3冊で、トータル9万部に迫る勢いのこの、発行部数になってまして、もう本当に皆さんご活用くださってどうもありがとうございます。どんどんこれを、こういうのをね、使って楽しく音楽していきましょう。あとはこのいつも使ってるウクレレについてるストラップ。これマイハニーがハンドメイドで作っていたりとか、キャップ、T シャツ、あとはこれがリュックサック。これもですね、もうこのリュックサックがですね、まあまあ私がデザインしてるんですけど、これウクレレが入るリュックサックなんですよ。ここにガズレのプリントが、ブラックにブラックプリントであるんですけど、ここにハンドルがついて横持ちでも持っています。そしてこれ中開けると、このちっちゃいポーチ、脱着型のポーチでチューナーを入れたり、カップを入れたりとか、あとティッシュ入れたりとか、あとこっちを譜面台が入るカバーがついてます。これ脱着可能なんで、必要なければ外して何かに使っていただいてもいいし、これをウクレレはね、コンサートまで入るんですよ。でももちろん楽器用なんで、これ生地もすごく分厚くてしっかりしてますんでね、ぜひこれもご活用ください。そんなことはね、ガズレレドットコムだな、まあ、ここ見てもらうともういろんなこと書いてありますね。はい、そしてね、ガズレレではもう本当にいろんな最新情報がもうボコボコ立ち上がってますんで、まあ、このガズレレホームページでなんか逐一チェックしてくださると、とってもありがたいんで、よろしくお願いします。はい、そういうわけでこのちっちゃいウクレレで楽しい音楽人生、音楽のある日常っていうのが、これがまあ最高の豊かな時間でございます。本当に楽しんでいきましょう。いつもガズレレ YouTube チャンネルご覧になってくださってありがとうございます。はい、また会いましょう。さようなら、バイバイ。